あ、皆さんこんにちは。少し前に名古屋市内にある池で釣り上げられたアリゲーターガーの剥製を見に行ってきましたので、その時の映像を交えながらそのお話をしたいと思います。で、なぜその剥製を見に行ったのかというお話からしたいと思います。私はこの動画をアップしている2024年から10年以上前に、芸人さんにインパクトのある魚を釣らせるという番組に出演していました。具体的にはお相手がロッチの中岡総一さんで、番組の視聴率が上がっていくごとに相方のコカド健太郎さんが来たり、我が家の3人が来たり、手島優さんが最後に来たりとかして、いろいろ盛り上がっていきました。このことについては2018年にアップしたでんでん丸開業20周年を振り返るの動画の中でお話ししておりますので、興味がある方はそちらを見てください。で、この番組では創魚編、来魚編、テラピア編、トド編といろいろやっていったのですが、その中で名古屋大学にある鏡池にアリゲーターガーが泳いでいるという噂がありました。で、番組の中でそれを狙おうかという話が持ち上がりました。この番組のディレクターの方もこの地方でこの番組以外でもいろいろな番組をやっていたので、名古屋大学さんとはお付き合いがあったのでちょっとお話ししてみますということでした。そしていざ交渉してみると、外来種という非常にセンシティブな話題なのでバラエティで取り上げるのはどうかという話になってしまったようです。それで駆除を前提としてそれを行うということだったらいいということだったんですけども、私は番組の中で基本的に外来種でもリリースをすることを前提としていたので、駆除っていう風になってしまうと私的にもちょっと嫌だなっていうのがありました。で、あれから10年以上経って全然関係ない情報を調べていた時に、名古屋市環境局の生物多様性センターにその鏡池で捕獲されたアリゲーターガーの剥製があるということを知りました。しかも網で取ったとか森で突いたとかではなく釣り上げたという話だったので、がぜん興味が湧きました。ということで実際に見に行ったというわけです。とりあえず生物多様性センターは水族館とか博物館みたいに一般公開の施設ではありません。そのため事前に問い合わせをして見学と撮影許可をいただき、指定された時間に向かいました。実際に取材みたいな感じなので、謎に迫るシリーズとか心霊動画みたいな感じになっていますね。係の方に案内していただき、ついに対面しました。この個体を狙うことになっていたかもしれないと考えると感慨深いです。よく聞く日本各地で釣り上げられた個体と比べると特別大きくはないように見えます。ただプロの技術で丁寧に剥製にされているので細部の特徴が分かり、やはり迫力がありますね。そして釣り上げられた仕掛けですが、でっかい古式みたいな浮き仕掛けにアジを使ったみたいです。私自身ももしやるとしたら古式みたいな仕掛けを考えていたので、まんざら間違いではなかったようですね。ただ私の場合は餌は鶏肉と考えていました。匂いのきつい海水魚のアジの方が正解だったようです。仕掛けの説明を見るとジャグラインと書いてありますね。検索したらアメリカで使われている仕掛けみたいです。古式みたいな形で考えることは世界共通ですね。このジャグラインについて調べたサイトによると、名古屋城のお堀にいた個体もこの仕掛けで釣り上げられたと書いてありました。名古屋市内のアリゲーターガーはこれで仕留められてきたみたいですね。こんな感じで実際に釣り上げられた仕掛けや個体の細部までしっかりと見ることができました。繰り返しになりますが、生物多様性センターは一般公開している施設ではないので、いきなり見に行ってもいけません。事前に見学したい理由や目的を伝えて予約を取って決められた時間に行く必要がありますので、ご了承ください。今回は雑談なので、もう少し番組のことについてお話しすると、もし番組が続いていたらタウナギやエイを考えていました。タウナギはその姿や動きはまさに水路の怪魚ですよね。岩の隙間竿を使えば難しいキャストもいらないので、釣りのプロでもなくキャリアもそんなに長くない中岡さんもカメラの前で釣れたと思います。場所も釣り方も案内できましたからね。そしてエイは外来種ではありませんが、
トド編もやったみたいに、別に外来種という縛りはないですし、場所とタイミングを合わせればぶっ込み釣りとかでテクニックとか関係なく釣れたと思います。エイはかなり大きいのでインパクトがありますよね。ロッチの中岡さんがタウナギとかエイとかを釣って一滴みたいなリアクションをするシーンというのも見てみたかったですね。それと番組をやっていた10年以上前にロッチの中岡総一さんにテレビカメラに向かってご結婚おめでとうございますという祝福を受けました。実は私は結婚したことをお客さんとかに話していなかったので、あの番組を見て結婚したことを知ったという方も結構多かったです。で、この動画をアップしている2024年の5月にロッチの中岡さんもご結婚を発表されましたね。ということで、まあ、お礼とかではないんですけど、私もカメラの前でそのことを言おうと思います。ロッチ中岡総一さん、ご結婚おめでとうございます。ということで、今回はちょっとだけご縁のあった名古屋市内で釣り上げられたアリゲーターガーの剥製を見に行ったお話をしてみました。今回の内容がちょっと面白いなと思っていただいた方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。このような感じで、これからも Q&A とか鑑定団とかみたいな他のジャンルに属さない雑談もいろいろお話ししていこうと思っておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。こちらを押してください。